皆さんこんにちは、りょうやです。今回作りましたこのリンゴとミルクのスープはですね、非常に優しい味付けになっておりますので、もうちょっと味が欲しいという場合はシナモンを多くしたりバニラを足したり、あとですね、生姜を、すりおろした生姜をね入れたりすると結構美味しかったです。で、今日は豆乳使いましたけど、豆乳以外のね、ココナッツミルクとかで作ってもいいですし、ライスミルクとかね、ヘムミルクとかいろいろありますんで、好みの材料で作ってみてください。それではまた来週お会いしましょう。